皆様こんにちは、ゴーライダーです。本日は野営についてお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。前ね、動画出した時に野営って何っていうねコメントいただいたんですね。で、僕もねよく考えたらツーリング動画よく出すんですけど、野営についてね話したことがなかったので、今回はねそのことについてね話したいと思います。コメント本当にありがとうございます。で、野営って、まあ、何って言うんですけど、野営っていうのはライダー同士がさすれ違う時に行う挨拶のことですね。挨拶の中にねこう意味が込められてまして、まあ、何があるかっていうと、道中気をつけてとか、まあ、安全運転でとかね、あとツーリング楽しんでねみたいなね意味も込められてるみたいです。あと、まあ、ツーリングなので現地のねライダーさんなんかがやってくれる時は、まあ、歓迎しますよみたいなこともね含まれてるそうですよ。まあ、本当にね野営って素敵な言葉ですね。あと野営のやり方なんですけど、まあいろいろありまして、僕がねツーリング先でよく見かけるのはね、こういう風とか、まあ、こういう風、あとこんな感じとかね、僕みたいにねこう手を振る人もこう いらっしゃいますね。多いのは会釈とかも多いですよね。そういえばこういう感じですよね。まあ、数は少ないんですけど、ピースサインでこうやってねやられる方もいらっしゃいますね。あとこう胸元にこういう感じでやられる方ですか。ピースよりまたさらに数は少ないんですけど、こういうグッドボタンの親指立ててやる方もいらっしゃいますし、こういうガッツポーズでねこう答えてくれる方もいらっしゃいますね。まあ本当にねやり方は全然自由ですので、まあお好きなやり方でねやってみてはどうかなと思います。イエイイエイ、あたっ。今ねちょっと見てもらったんですけど、ライダーさんがこう向かってくるじゃないですか。ちょっとだけね遠目からね野営してあげるといいですよ。若干遠目にね野営した方が相手もね気づいてくれるんですね。なので野営するときはちょっとね気持ち遠目でね野営ってやってあげるといいですね。それと、まあ注意点として、野営するときは必ず安全確認をしてやっていただいた方がいいですね。野営して事故するのが一番良くないですので、まあ、これこそ本末転倒になってしまうので、まあ、本当にね安全が確認できてから野営してほしいですね。あと、まあ野営はね危ないと思ったらねやらない方がいいですね。次にね気をつけてほしいのは、止まって発進する時ですよね。その時はねあまり野営しない方がいいと言われてますね。まあ、どうしてもねギアのあるバイクだとこう左手使うじゃないですか。左手がねどうしてもちょっと開かないと野営はしづらいので、控えた方がいいかもしれないですね。あとこういうカーブの時ですよね。こういう時も野営はちょっと控えた方がいいですね。まあ、バイクってねタイヤ2本で前後にしかなくって、とてもね不安定な乗り物なんですよね。なのでカーブの時はちょっと控えた方がいいと言われてますね。まあ、もちろんねカーブの時でも何です、会釈ですか、こういう感じなら、まあ、安全は確認できますし、ハンドル握ってますので、まあ、やれないことはないんですけどね、一応控えた方がいいです。僕なんかはねいろんなねライダーさんにやりますね。それこそねアメリカンタイプの方、 SS タイプ、僕スクーターとかにもねしちゃうんですよね。まあ、本当にねどんなバイクにもやれるのが野営の楽しさなので、めちゃめちゃねいいですね。と話してたらね遠目からねライダーさんが見えましたね。野営してくれるかな。イエーイ、野営、あたっ。ありがとうございます。ソロツー、まあ、マスツー、まあ、どんな時でもねできるのが野営なんですよね。野営ってね別にあの止まってるライダーさんにもね僕はやったりしますね。野営のね成功率をやっぱり上げるんであれば、どういうところでやった方がいいのかななんてちょっと考えたんですけど、やはりね地元でもさバイクがよく走る道あるじゃないですか。まあ、そういうところでねやってもらったり、あとバイクが集まる道の駅ですか、そういうところもねやっぱりおすすめですね。あとやっぱり有名な道ですよね。そういうところはライダーさん多いので、ぜひね検索かけて行ってもらったらいいかなと思いますね。ホームページとかにもさ書いてあったんですけど、気持ちがよく走れる道ですよね。もう自分がさ走ってて気持ちがいいなって思うような道は、そういう道はやっぱりライダーさんもさ走ってて気持ちがいいので野営してくれる確率が上がりますね。
あとね、信号が少ない道なんかもやっぱおすすめですよね。自分の知り合いなんかは信号がない道をね選んで走ったりするっていう方もいらっしゃいますので、そういう道をね選んで走ればライダーさんがいる可能性が高いですよね。僕が初めて八重した時は1回目ね成功しなかったです。2回目もねダメだったんですね。んでまあなんかねその時にちょっとムカついてね、もう成功するまでやってやろうっていう感じで3回目やったら初めて成功しました。まあそんな感じで、やえってさやってくれないこともあるんですけど、まあ諦めなきゃこうやっていただけるんで、まあそんなにね気にすることはないですね。あ、やえできるかな。イエーイ、やえ、ありがとうございます。イエーイ、やえ、ありがとう。あのアメリカンタイムの方やってくれないなんていう噂もあるんですけど、僕はね結構やってもらってる方かな。やっぱやえはさいいよね、楽しい。俺も元ブログ動画を見てさ、初めてやえの存在知ってめちゃめちゃ楽しそうだなと思って、俺もやってみたいと思ってね、やえについてさこういろいろ調べてやってみたんだけど、ほんとね楽しいんですよね。もうソロ2だけど全然楽しい。やえできるっていうだけでバイクに乗ってよかったなと本当思いますもんね。まあ本当にさ、バイク乗ったことがない人とかはさ、ぜひこの動画見てね、いいなと思ったらバイクの免許取ってみてください。あと野営したことないなっていう方がいらっしゃいましたらね、ぜひ一度ね野営をね体験していただきたいですよね。そうするとね本当楽しさがね分かると思います。野営最高。お、ライダーさん見えた。イエーイ、野営あざす、ありがとうございます。あえてねやっぱりさ、全員が全員ね野営してくれるわけじゃないんですよね。けどね楽しい。野営できるかな。イエーイ、野営あざす、あざす。イエーイ、野営ありがとう。現在は国道156号線です。イエーイ、野営あざす。野営はねもうバイク乗りの特権みたいなもんですよね。そうそう、今回ね僕が野営についてこう話したんですけど、いろんなねホームページ見たりね動画を見てね、そういうのもね参考にさせてもらってるんですね。あと知り合いから聞いたりとかしてね、まあ、その辺はね動画やホームページなんかは概要欄の方に載せておきますので、よかったら一度ご確認ください。お、ライダーさんだ。イエーイ、イエーイ、あざす。それではね終わりましょうか。今回ですねこの動画良かったなと思いましたら、高評価チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。また何かありましたらコメントお願いいたします。本日はご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いいたしましょう。さようなら、バイバイ。ちなみにね、ヤエっていうのは昔からあるわけじゃなくて、原型はねアメリカのピースサインから来てるらしいですね。でね、ある時2チャンネルだったかな、あれでイエーイっていう英語の頭文字あるじゃないですか、あれをね A と E をねひっくり返してねヤエーっていう風にねしたところ、どうもそこから始まってるみたいですね。ヤエーできるかな。イエーイ、ヤエーあざす。イエーイ、あ、ありがとう。